まあ、大宮はよく点は取れていて現在9試合連続得点中、その間18得点です。で守備面でも直近9試合で7失点と、まあ、序盤戦に比べますとチームのバランスは明らかに向上しています。状態を上げてきた両者がぶつかるシックスポインターです。両チームの選手たちが今登場しました。大宮の選手たちは拾っています。中身のファール、あでも今のは多分鳴ってることに気づいてなかったんでしょうね。中身はまだレフリーに抗議をしています。まあ、中身の気持ちもレッドカードレッドカード1対10で再開です。マラダから縦へモビッチ、大山が来た、折り返す、フリーラケット大前のヘディング、いやこれはナイスセーブですね、森田です。これ森田最初前と左サイドですね、はい、左サイドで一度ポスト際でポジション取ってたんですけれども、これ戻り早かったですね、一度引っ張り出されましたね、はい、そうですね、ニアポストが守ってますから、はい、スーパーセーブですね。両サイドバック高い位置を取っています大宮。ああマテウス、ああ、そうですね、オフサイドはかいくぐっています。マテウスマイナス、大山、大山シュート、先制大宮アルディージャ、大山今季リーグ戦初ゴール、ちょっと余裕を与えすぎましたね。いやこれはいいシュートだったですね。ここで取り切れなかったことでフリーで打たせてしまいました。まあ、本来こう深いところにまずマテウス入れましたからね、そして少し折り返し気味のパスから、まあ、いいシュートだったですね。森田にとってちょっと難しい軌道でした。前にディフェンスもさ、あ岩谷アウトスイングです。クリアセット、リーナのヘディング当たらず、石原、石原 PK、 1対1タイスコア、落ち着いて流し込んでいきました。長いよ、しっかり駆け引きしましたね、ゴールキーパー岩上のクリア、藤田が拾う、あさあ、ね、ここは用意どん裏を取った、前を向いた、長い長い長い切り返す、長い前を向いたシュートだー、ひっくり返した松本山が、藤田も出てきましたが、マルセロ・トスカーノ、シモビッチへ、シモビッチ、ああ奪ったマテウス、これも橋内がついていきますがシュート、森田のタイミングをずらしてきましたマテウス、あこれ今ちょっと自分のミスからだったんですが、橋内ここはいい対応しましたね、はい、あれ以上近くに行くと今度スピードで行かれる可能性がありますから、これいい距離感で立ちましたね、はい、逆に言うとちょっと打たせたような感じだったです。大山です。バズラが入れます、シモビッチ、分かっていてもこれはなかなか止められない、もう体が完全に入ってますから、はい、あそこからディフェンスが前にチャレンジ来るのはやっぱ難しいですよね、はい、ですから、まあ、できればできるだけに対しては藤田がちょっと牽制、ハイボールターゲット山越、シモビッチだ、シモビッチ叩きつけましたが森田、
間も使う滞空時間の長いキック森田、高崎落として藤田、セカンドボールは岩間、いや落ち着いてますね岩間、あっとこれはロスト、試合終了、1対2、敵地で10人の松本たくましく逆転勝利。